おとなしくなった。でもなんだろうこの感じ、すごくざわざわする。ディアドラ様の器が崩壊しようとしているのです。なんだってそんなことに。スカーサハ様とスカジはもはや同じ一つの竜ではない。スカーサハ様のための器に異物であるスカジが混ざったことで器が耐えきれなくなったのです。そんな、スカーサハちゃんは大丈夫なんですか？すまない。スカーサー、セルエル、やれますね。無論です、姉上。お二人とも何をなさるおつもりです？私とセルエルの魔力を注ぎ込み、スカーサハ様の新たな器を作り直します。でも、もうセルエルさんは一度魔力を使っちゃいましたよね。それに今のスカーサハちゃんからはほとんど魔力を感じません。ええ、私と姉上の魔力、そして命を使い、もう一度スカーサハ様の器を生み出すのです。命、神竜の魔力を人が補うために必要な対価、安くはないということです。行きますよセルエル。セルエル様、ヘリアス様。ドイシュ、ノイシュ、ここ気がつきましたか、ノイシュ。セルエル、スカーサハはどうなりました？ノイシュ、落ち着いてください。あなたはあの後何日も眠り続けていたのです。そうだったのですか。本来ならあなたは生きてはいなかった。ですがかつてディアドラ様と戦った時、あなたは大量の返り血とともにディアドラ様の魔力の本流を浴びていたのです。その魔力は使われることのないままあなたの中で眠り続け、そしてあの時法人に応じて解放されました。なるほど、そのおかげで私は命を使い果たさずこうして生きているのですね。思わぬ行幸でした。まったく相変わらず無茶をする人ですね。それに関してはセルエル様とヘルエス様に言われたくありません。確かにいきなり命を使うなんて言い出すんだもんな。ここにいたのですね、ディアドラ様。ディアドラ様、その話し方はやめろと言ったぞ、ノイシュ。それに寝ている間に
お前が与えた我の名を忘れたか。スカーサ、再びこの島の人々を魔物から守ってくれるんだな。感謝する。人の暮らしを眺めるのも悪くないのでな。空、見てみよ。騒がしくも力強いことよ。300年後の儀式のため